ンのレッツミックス。さあエコロン、今日はナッツ料理です。おお、楽しみ。材料はカシューナッツにアーモンド、ピーナッツにピスタチオです。それって先生、ただのミックスナッツじゃん。そこに米どころ新潟のあられを混ぜちゃいます。このミックスたまらない。何エコロン、地球温暖化にもミックスが大事？エコロンありがとう。そうなんです。最近巷では猛暑だったり大雨だったり異常気象が不安視されていますよね。これは地球温暖化が原因とも言われています。そしてこの地球温暖化を防ぐ秘訣がエミリーさんお得意のミックス？その通り、エネルギーミックスなんです。地球温暖化を防ぐには CO2 の排出量を減らすことが大事なんですけれど、その CO2 は石油や石炭などを燃やすことで生まれてしまうんです。エコロンお願い。これほとんどアーモンド、ミックスとは言えないわよね。それは日本の発電の比率です。たくさん入ったアーモンドが火力発電で、今の日本は約 80% を火力に頼っている状況なんです。ほとんど火力なのね。火力は発電量の調整がしやすいからね。でも CO2 は増えちゃう、困ったわね。そこでエネルギーミックス、CO2 の排出量を減らすためにも水力や風力のような再生可能エネルギーとか、安全性は大前提に原子力とか、いろいろなエネルギーをバランスよくミックスしていくことが大事なんですって。なるほど、火力に頼りすぎずにエネルギーもミックスが大事ってわけね。ちょっと待ってエコロン、さっきからアーモンドばっかり食べてない？でしょ、ミックスすることが大事ってエコロンが言った。カシューナッツにピスタチオ、ピーナッツもあるじゃん。いや、じゃあこれはどうですか？